水質が汚れないような形で餌を与えています。はい、月次第から何ですか。
ヘリはね、今ね、ちょっと今見えにくいんだけれども、今目玉だけちょこっと見えてるんだけれど、ちょうど真ん中のこの後ろあたりちょっと目が2つ見えてるの。ちょうど今サメのお腹の下あたりのところですね。ここはね、今多分あの岩の後ろ側に隠れちゃってるので、ちょっとなんか後ろ、ああいうとこが好きみたいで、なかなか普段泳がないんだけれども、岩の後ろとかあの穴の中とかに潜っちゃってますね。で、本当はあの今この泳いでますあの黒いサメ、ネムリブカというサメも夜行性の比較的あの非常におとなしいサメなんですけれど、昼間はもうああいった形で岩の中に潜ったり、砂のところに腹ばいになって大体寝っ転がったりして眠ってます。まあ、夜になるとこう少しずつこう泳ぎ出したりとか、ぐるぐる泳いだりしますね。カメもいるの？はい、カメ、そう、これね、アオウミガメというのはここにシール貼ってありますけど、まだアオウミガメは来てないです。後半のお楽しみということで、8月、中旬ぐらい、下旬ぐらいから、ウミガメも登場する予定です。お魚たちの状況、体調というかこう、状況を見たり、それからこう一緒に入れると喧嘩し合っちゃうお魚だとかいろいろありますので、そういったあたりをこう様子見ながら時々お魚を抜いたり、新しい魚をまた入れたりという形で調整してますので、この下にあるシールに